隣十条駅に到着しております。当駅到着まで今しばらくお待ちください。春に契約したものだった。当時父の海外勤務で私は祖父母と暮らしていた。決していい孫ではなかった。反抗して泣かせてしまったことも。証券には一枚の写真が挟まれていた。入学式校門の前、祖母と私が写っている。祖母の優しい笑顔を見ていると涙が止まらなくなった。ありがとうと伝えたい。でももう祖母はいない。その方もお子さんが生まれて気づかれたそうです。自分にもしものことがあった時、家族への思いをちゃんと形にして残すことの大切さを。祖母が残してくれた保険証券、今私の保険証券と一緒に机の引き出しにそっとしまってある。お客様との出会いから生まれた一つ一つの物語、それは未来への希望。あなたの未来を強くする住友生命。
のかなって。